ない？そんなことも考えられないくらい頭に血が上ってるんでしょう。ああ、もうどうしたら。女神は敵だ。女神と信者どもをやっつけろ。向こうからの声が、まさかさすがにタイミング良すぎじゃない？あっちも同じ状況ってこと？ああ、奴らだ！奴らが出てきたぞ！自分たちからやられにのこのこ出てくるとはな！ここで会ったが100年目！やろう。ぶっ殺してやれ。これくらいの統率力があればね。でも、よかったです、止まってくれて。さて、驚いた。そっちも同じ状況。ありがとうございます、止めてくれて。お礼にはまだ早い。今は一時的に止まってくれただけ。もう一度火がついたら今度は止まらない。この人数が一気に争い始めたら考えたくもないわね。君はセハガール、そんで君は女神なんだよ。ここにもう一人の女神が。君は数に入ってないよ。どうしましょう、ゲームギアさん。私、何も考えつかなくて。この人たちを止めればいいというだけなら一つ考えはある。本当ですか？なんか向こうの方が断然ネプギアより頼もしい。あれとしては複雑だよ。あなたの妹なんだし。ただ私とあなたにとってはノーリスクとは言えない。それでも構いません。皆さんが無事に済むならどうすれば。私は何をすればいいんですか？そう、では。みんな、聞いて。ゲームギア様！なんだ？なんで敵の言葉を聞かなきゃ。うるさい、少し黙ってろ。
なたたちが争う必要はない。私が女神と一対一で決着をつける。はい、私がゲームギアさんと。まあそうなるわよね。じゃあ始めよう。始めるって、どうして私とゲームギアさんが戦わないといけないんですか？あの人たちを止めるためなら構わないって言った。それは言いましたけど。争いはもう止められない。ならせめて死ぬのは私かあなたのどちらかだけでいい。ゲームギアさん、決着はどちらかの命が尽きるまで。覚悟はいい？待ってください。その前に。皆さん、もし私が負けた時はちゃんとゲームギアさんの言うことを聞いてくださいね。そんな。女神様。確かにそれは大事。あなたたちも。私が負けたらこの女神を信奉すること。でも俺たち、これ以外のゲーム機なんて。宗派は違ってもゲームが好きなら受け入れられるはず。いい？よくないよ。勝手に盛り上がって。もっと平和的に解決する方法とか。歴史通りなのよね。そうだとしてもあまり見たい光景じゃないけど。なんかおかしいよ。何が？あのネプギアがあんなこと言うなんて。ネプギアなら絶対に相手の命を奪うとかできないって。妹だからってまだ会ったばっかりじゃない。どうして言い切れるのよ。それはなんとなくというか。でも絶対違う。自信があるよ。わかった。セガミ、ネプコ、一旦帰るわよ。図書館にいよう。急いで、あの二人が戦い始める前に。私のエンジンはいつでも温まってるけど。何言ってんの？こんな状況で帰るなんて。でしょ？あなた、今すぐ止められるの？それは…だから今は帰るの。何か手を思いついてからもう一度来ましょう。ほら、早く乗って。そうだね。
わかった。お願い、熱子。急いで、ポンコツバイク。アルフォルソッサも仕方ない。君が言うの？まあその通りだけど。で、説明した通り、こっちはこっちで大問題を抱えてるし、協力してもらえると助かるんだけど。いいよ、私もです。即答ね。この時代はどっちもまともな子だったんだよね。なのになんであんなことになったのか。話はまとまったかな？お姉ちゃん、またバイクのお姉ちゃんに会えるなんて夢みたい。姉妹仲良く暮らせる日が来るなんて。あ、アイエフさん、お姉ちゃんのメンテとかは私に任せてくれますか？まあ壊さなければ別にいいけど。はい、壊しはしません、絶対。君もよろしく、ゲームギア。本当に不思議。何が？ついさっきまで彼女と争っていた記憶がある。感情は一切消えてる。それは時代を超えたからとかじゃないの？それだけじゃ説明できない気がする。ふん、まあ今のうちに仲良くしといて。本当は元の時代で仲直りして欲しかったけど。うん、ネプギア。あ、ゲームギアさん、何ですか？バイクの分解手伝う。本当ですか？助かります。
私はエンジン周りから行っちゃいますね。じゃあギアボックスは私が。私たち時間移動してるんだし。気持ちの問題だよ、気持ちの。でもこれからは遠慮はいらないよね。ガンガン変えてくよ、歴史を。君にも協力してもらうからね。それでもやっぱり抵抗があるのよね。なんで？問題ないのにどうして抵抗があるの？だって過去に行って歴史を変えるなんて、なんかずるいっていうか、神様気取りみたいじゃない？君、そういうの好きそうじゃない。私自身の手で新たな歴史を書き記してやるわ、みたいな。嫌いじゃないけど、他人に言われると恥ずかしいからやめて。固く考えないでよ。悪いことは全然ないんだし。むしろ、最悪の形になっている今の歴史を明るく正しいものにしようってだけなんだから。一応確認しておくけど。何？あなたは本当にいい歴史に変えたいだけなのよね。こんな何もない世界になっちゃった今を明るい世界に。決まってるでしょ。それ以外に何があるの？そっか、最初からそう言ってるのに。あ、ひょっとして疑ってたの？違うわよ、一応確認だって。まあそういうことなら、できる範囲でやってみますか。できる範囲じゃない、全力でやるんだよ。
お疲れ様でした。これで全部よね、行けるところは。はい、全ての時代、全ての時間の歴史は観測されました。これで当面歴史が消失する心配はありません。当面ってことは少しはのんびりできるのかな。できるわけないでしょ、まだ最後に大仕事が残ってるんだから。分かってるって言ってみただけだよ。あ、でもだいぶ全身にガタが来てる気がする。ネプチューヌさん、実際の働きはともかくとんでもない走行距離になっていますよね。そうだよ、みんなして私を酷使しすぎ。このままじゃあっという間に引退コースだよ。終わったら全身メンテしてもらわなきゃ。そりゃもう全パーツバラバラにして徹底的にやってあげるわよ。はいいけど、そういう路線はやめときなさい。ダメか、新境地開拓の試みは浮かない表情ですね。ひょっとして珍しいね。あからさまに大丈夫、少しだけ、なんそう、それ、うん、今度こそ倒すよ、歴史を喰らうものを。セガミ、準備はいいわね。もちろんだよ、今度こそ絶対やっつける。魅力ながら私も助成する、絶対に勝とう。私が